俺は名古屋のただのゴロつきだったんです。でもこのヒップホップに俺は救われ、そしてヒップホップに俺を変えてもらいました。ヒップホップアーティスト AK69 先生、逆境に立ち向かう歌詞が共感され、プロ野球選手の登場曲では1位を獲得し、ボクシングの井岡選手などプロアスリートからも絶大な支持を集める。確かにスポーツのイメージあるな。ライブでは音響、照明、演出を全て AK69 先生自身で行い、さまざまな会場で史上初となるライブ演出に挑戦、ヒップホップ界で唯一無二の存在。日本武道館では単独ライブを5回開催、ラップと歌の二刀流の先駆者として活躍し続けているトップアーティスト。もちろん、まあ、このように現在ヒップホップシーンで成功を収めている僕のしくじりは何なのか、教科書の4ページを開いてください。19歳で逮捕、両親に迷惑をかけまくってしまった。ちゃんとしたしくじりだった。年に一度ぐらいの逮捕会ですね今日は。あんまりいないんですよ、いろんなしくじり先生いらっしゃいますけど。逮捕されてそうですからね。正直すいません、ちょっとされてそうなところはありますけど、すいません。そうですね、そうですね。僕は学生時代のさまざまな悪事が原因で、少年院に入ってしまいました。そのことで両親には多大なる迷惑をかけてしまいました。なぜ悪事を働いていたのか、今思えば当時はこんなしくじった考えを持っていました。次のページ。暴力とハッタリこそが全て、悪さをすることがかっこいい。僕のように勘違いした格好つけから来る素行不良で親に迷惑をかけている若者はたくさんいると思うんですよね。今日は僕がいかにして悪の道に走り、どのように親に迷惑をかけたのか、そしてそこからどのようにして音楽と出会い構成していったのか、悲惨な生活の中でも目標や希望を持つことの大切さなどを授業したいと思います。はい、それでは授業に参りましょうか。はい、次のページをめくってください。まだ怖いんですけど、はい、ちょっとサングラス外しますね。優しい。サングラスを取って、あ、本当は優しい顔してるじゃんっていうのが結構多いと思うんですけど、はい、取ってもちょっと怖かった。わかるわかる。取った方がみたいなね、むしろね。皆さんの周りにもバルブルことがかっこいいと勘違いしている人いませんか？不良の道へと進んでいってしまったしくじり実体験をもとに授業してもらいましょう。第一章、勘違いしたカッコつけ KK69。 親に迷惑かけまくった青春時代。はい、すいません名前を。教科書見て知ったんですけど、あ、すみません、すみません、勘違いしたカッコつけしてないんですね。ね、僕は愛知県小牧市で何かと口うるさい母と、とても穏やかな、そしてひょうきんな父との間に生まれました。当時母は僕の将来にこんな希望を持ってました。次のページ。将来は公務員になってほしい。とにかくね、母は僕に安定した公務員になるために勉強を頑張ってほしいと思ってました。しかし保育園時代に僕はこんな体験をします。次のページ。意地悪なガキ大将をぶん殴りヒーローになる。相手は一つ年上のガキ大将がいまして、でその保育園でなんか人気の遊具があったんですよ。ガキ大将がいつもそれを占領してて、どうにかならねえもんかと、これはガキ大将をぶったたいたら取れるんじゃないかなと思って、シンプル叩いてみたら大変なことになってしまって、笑ってるわ。楽しい思い出なんかな。この壮絶な話を、自分より強い相手に歯向かって打ち負かすことで、周囲からの見られ方が変わるっていうね、経験をしたんですよね。これぶったたいたらなんか過ごしやすくなってくるそういう勘違い、それで成功体験を、そうかそうか、困ったことに。なるほど、そうか、ビビっちゃうもんね周りは。自分がガキ大将になったんですね、きっと。そうなんですよ、結果
で多くのヤンキーたちもこの勘違いで悪に目覚めますね。最初の暴力なんだ。で小学校に入ると、さらにガキ大将となり悪さもエスカレートしていくと、でその結果親にこんな迷惑をかけました。次のページ。小学校気まずくて近所のスーパーに行けないっていう。まあ、喧嘩して謝罪に行った親御さんと顔を合わせづらいっていうことでスーパーに行けなかったんですよね。まあ、例えば入学式でこのお道具箱の説明があるわけですよ、うん、はい、でそこにまあね、のりやら、はいはいはい、ハサミやらいろいろ入ってるわけですよ、ね、で先生が説明してるわけですよ、うん、でそこでハサミをこの手に取るわけですね、はい、このカバーから出して、はい、切りてーってなって前の子の服をバサって切ってもうそこでも先生にも往復便だみたいな。入学式から、うん、入学式初日小学生ですよね。そうですね、うん、やば、うん、そういうこととか、とりあえず強そうなやつを片っ端から殴っていってっていうことで、自分ではなんか過ごしやすくなったとその当時勘違いしてます、引っ越した時のバルさんみたいに殴って過ごしやすくなるんですね本当に駆除してみたいな。したってことですね。そういうことが重なって、だからまあ何かをしでかすたんびに、うちの母ちゃんはその親御さんのところにお家に行って謝って、菓子折りを持って謝りに行って、あ、過ごしやすくなるごとにお母さんが過ごしにくくなっていくっていうことですね。でも本当に謝りに行き過ぎてもう恥ずかしくて、もうあんたのせいでもうスーパー行けないわよっつってすごい怒られましたね、地域のね。そんな僕は中学生になると親にこんな迷惑をかけました。次のページ。中学1年にして転校の手続きをする羽目に。あれ、あのこの空白の時間に本当に突っ込んじゃいけないんだなっていうことだけは本当ですね。中学生になるとさらに、ガキ大将化がエスカレート。1年生の時に僕の悪事のせいで親にこんな迷惑をかけました。次のページ。あれ、え、あれ、え、中学1年にして転校の手続きをする羽目に。なんでめっちゃ明るいじゃないですか。不良っぽくないですよ。そこも聞かないと分かんないこれ。転校ね、本当に笑って話せることではないなっていうのでお察しください。なんか、まあ、喧嘩的なそうですねことってことですね、まあうん、まあ、暴力だったりが原因で、まあ、そうなってしまったんですけど、うん、そうか、あのこの空白の時間に本当に突っ込んじゃいけないんだなっていうことだけは本当ですね。みんなで想像力を働かせる時間なんだなっていうことだけはお察しいただき感謝します。割と何でも話してくれそうなのにここはっていうことは、そうですね、お母さんが悲しむどこじゃ済まない感じになってくる、ね、かなりのやばいことをしたってことですね。そうですね、もう本当にもう両親転校の手続きで本当に大変だったんですよね、その当時。あ、もう ほぼほぼ1ヶ月ぐらいずっとなんか取り調べみたいなことになって、もう授業も受けさせてもらえなくみたいな感じになってましたね。取り調べ、先生、先生僕の想像してるもんと全く違いました。さすがにこれ以上親に迷惑をかけられないと思った僕は、もう転校先の中学校で、まあ、ヤンキーに目をつけられた時こんな行動をしていました。次のページ。この動画の続きはアベマで、最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。